はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、上下2連ショットガンのエアガンやモデルガンがない3つの理由ということで、今回はね、上下2連ショットガン、上下2連散弾銃の話で、特にその上下2連散弾銃の、エアガンとか、モデルガンがないその理由について、考えていきたいなというふうに思います。で、まずね、早速最初の理由なんですが、まず1に悪用されそうだからですね。要はその日本でね、出回ってる猟銃ってもののその大半、本当に 50% 以上、多分 70% ぐらい、もっとかもしれんけどって、そんなやつは、その大半はその上下2連散弾銃になってくるので、それのリアルな偽物があるっていうのは、やっぱりその銀行強盗とかにもね、使われるかもしれんし、あんまり良くないよねっていう、そういう話になりますが、でも別に、今の一つ目の理由っていうのは、そんなに大きな理由ではなくて、大きな理由となってくるのは2番目の理由、単純に売れないからです。はい。で、これなんでそういう風に言えるかっていうと、単純にですね、海外でもその上下2連散弾銃のエアガンなんて出回ってないからですね。大体その普通にね、タクティカルショットガンっていうか、そのかっこいい系のショットガンがね、エアガン化されるっていう、そこはやっぱり海外でも、日本でも共通しているので、普通に考えてね、需要がないんじゃないかなっていうね、欲しい人いないんじゃないかなっていうね、そういう話になります。で、いないっていうか少ないんじゃないかなって、そういうことですね。で、あと最後の3番目の理由としているのが、単純に実銃変えよっていう、そういう話になるからですね。例えば、その実銃っていうか、その上下2連散弾銃っていうのは、その所持許可がね、一番出やすい銃で、むしろね、その上下2連散弾銃で所持許可が出ないんだったら、じゃあ何の銃ならむしろいいんだよみたいな、そんな感じになりますが、例えばでもその、どんな天変地異が起きてもね、その M4 カービンは、猟銃としては所持できないというか、その日本で出回ってる、その 99% っていうか、多分海外もそうですけど、99% のエアガンは、その実銃をね、それの実銃っていうものを、日本で所持するってことはできないわけで、それを考えると、その上下2連散弾銃で遊びたいんだったら別にね、実銃買えばよくねっていう風になるので、別にわざわざね、エアガンで作る意味もないだろうという、そんな感じになります。はい。もともとね、その何て言うんですかね、水平2連散弾銃ですらあんまりエアガン化されてないので、なんだろうな、上下2連散弾銃もなかなかそこハードル高いよねっていうね、そういうもんなのかなというふうに思います。はい。というわけで、今回はね、上下2連ショットガンの、エアガンやモデルガンがない3つの理由でした。この動画ね、っていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。